そういう部分もちょっと構われると思います。他ありますか、この今回の選挙嫌なことで全然構わないですけど。まあ、ちょっとその地方選のことにしたら、なぜ面接終わってからで、あれ、堀江政経塾はどんな感じなの、今の、俺、しないような人もなんか来たいって言ってたの、そのネット会議に出したものとかな。そうですね。斉藤健一郎です。今、2名ほど、あまり活動的じゃないというか、あのそんなに表に出てきてない人で2人ほど出ないっていう方がいらっしゃっているので、まあ、ちょっとある程度ここから堀江政経塾の方で増えるようだったら、まあ、ちょっと NHK 問題ある程度知ってるのかっていうのは先行しようかなと思ってます。あの全然増えるのは全然構わないので、はい、今月いつやるのかな。30日ですね。30日、はい、その時にちょっとまた話しましょう。はい、30です。何時から1時からですか。そうです、いつも通りの時間で30日。はい、そうです。はい、13時半からですね、堀江が。堀江さんは10時半。はい、はい、行きます。